都心の海水浴場半世紀ぶりオープン1東京湾の水質悪化で約半世紀の間顔をつけて泳げる場所がなかった東京都心に期間限定の公認海水浴場が18日オープンした都は8月末までの土日など20日間火災海浜公園江戸川区の約150メートル四方を試験的に開放 水質状況などを見ながら来年以降の本格解説を目指す。